アキナです。 UU クラブ TV ご覧ください。こんにちは。365日カレー2018です。今日食べるカレーはまるちゃんなごみやんカレーうどんです。このカップ麺はまるちゃんのカレーうどんということで、すでにこのシリーズでは、他の銘柄他の商品名のまるちゃんのカレーうどんは食べています。パッケージを読むと、カツオの旨味と醤油を効かせたカレーつゆとあるんですけど、より和風だし寄りというか和風の、カレーうどんではないかと、食べる前にそんな予想ができます。カップ麺のカレーうどんもすで、にたくさん食べてきたんですけど、洋風の味わいがするものもあれば、和風の味わいがするものもあって、もっと細かく言うとそれぞれが、やはりその商品によって味わいが違うということで、今日は、先ほども言いました通り和風の味わいが予想されるこの、カレーうどん、今から食べてみたいと思います。カップの中から取り出したのは、かやくと粉末スープです。かやくは味付けの豚肉のようです。それではこれらを入れてお湯を注いで5分待ちます。5分経過しました。かき混ぜていただきます。一口目、麺に絡んだスープの、麺に絡んだスープだけでも醤油が効いているのが分かります。これはもういかにも和風カレーうどんといった感じです。なんだか食べててほっとします。いただきました。食べ終えてやはり感じるのは、とてもカツオだしと、醤油が効いた、カレースープだったと思います。これぞ和風カレーうどんと言ってもいいんではないでしょうか。まるちゃんは、私が食べたのはカレーうどん、これで、まるちゃん東洋水産さんの分で言うと2つ目なんですけど、なんとなく、これ以降も新しい商品が発売されるような気もしますし、また店頭で見かけたら食べてみたいと思います。それではまた明日。今回のゆうゆうクラブ TV いかがでしたでしょうか。よかったらグッと押してね。もしよければチャンネル登録もお願いします。バイバーイ。